はいどうも、カッパ園長です。さてと、じゃあ嘘つき売国統一自民党のお話を見ていきましょうかね。なんでこうね、コロ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 なんだろうな、もう自らこの積極的にこの信用とか信頼とか、まあ僕とかご覧の手、あなたにとってはね、はなからそんなもんねえよっていう話かもしれないですけど、自らなんかそういうのをこの捨て去っていくかのようなこの動きが、なんか意味がわかんないですよね。どう考えてもこの有権者とか日本国民を何とも思ってないみたいな、そもそもてめえの保身と私腹を肥やすことしか考えてねえやつがいかに多いかっていうことですよね。まあ別に自民党に限った話じゃないんですけども、まあその自民党のね、茂木幹事長と、松野官房長官のね、話からいきましょうかね。それぞれこの統一教会に対するこの見解を述べ、見解というか、政府発表、まあ自民党としてどうすんのかっていう話なんですけど、言ってることが違うんですよね、それぞれ。じゃあまずこの茂木さんは何つってたかっていうと、もう党として、自民党はもう今後一切統一教会とね、関わらないと。縁を切ると。だからもう絶縁宣言をするんですよね。茂木幹事長がですよ。党の指針を明記。ね。まあだからある種ね、茂木さんとしては、だって茂木さんもね、最初は何つってたかっていうと、いやそんなもん存在しないと。ね、しらばっくれてたわけですから。でももうこの次から次へとこの出てきたわけでしょ。だからもう、ドイツもこいつも鼻からもう嘘ばっかついて、コロ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 言ってることが変わるっていうね。なんですが、まあこれを紆余曲折って言っていいのかどうか分かりませんけども、ね、2点3点、ね、七年抜刀かなんか分かんないですけども、まあとりあえずこの茂木幹事長がもう自民党は今後一切ね、統一教会と縁を切ると絶縁宣言みたいなものをするんですけども、なんだろうな、言うだけならタダだしね。で実際この聞いた人もそう思うと思うんですよ。僕もそう思いました。やっとかと。ね。とうとう、これで自民党がね、統一教会とね、もう縁を切ると。そんな風には受け取んないですよね。ああ、はい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 。まあ言うのはただだから一応ね、ね、ポーズでも振りでも、とりあえずね、言っとかないと、そら、しょうがねえよな、みたいな。ね。だってほら、はなからって、この幹事長からして、この嘘ばっかこいてんだからさ、最初と言ってることも全然違うんだから。じゃあ、ね、仮にですよ、ね、この関係一切持たない、ね、この絶縁する、これがどこまで本気か知りませんが、本気でそうするつもりだとすれば、ね、我々が見せていただくのは、ね、次ですよね。ね、実際じゃあ、そうだな、もう、関係を持たない、縁を切るっていうんだから、それをこの行動と、ね、それに伴う結果で証明して見せてもらわないと。ね、信じることはできませんよね。みんながみんな嘘ばっかついて。ね。で、しかもなんかこう、正直にこの、正直に言ってるんじゃないですけども、まあ、開き直ってこのカミングアウトしたやつなんかには、中にはさ、ね、マザームーンとか言っちゃうやつもいたし、お父様なんてことほざいてたやつもいましたからね。じゃあ、ね、茂木さんが、ね、個人的にじゃなくて、ね、この幹事長っていう肩書きのもと、自民党が一切って言ってるわけですから。ね。で、この党の運営指針にある、ガバナンスコードかな。これに加えるって言ってるんですから。ね。もう加えた通りに、もうその後は、自民党のこの国会議員は一切、例えば当然選挙協力なんかもね、頼んだらアウトでしょ。一切ですよね。祝電もね、だからもう講演会も一切関わりを持たないって言ってるんですから。だからもう全ての関係を断つっていうことでしょ。まあ、言っただけじゃなくて、実際にね、それに、なんかその通りの行動、ね、それに伴う結果が積んでこれるかどうか、そこで初めて評価できるわけですからね。ところがですよ、ね、じゃあ行動を見せてもらいましょうって言うまでもなく、違うこと言っちゃうんですよ、松野官房長官が。松野官房長官こういうふうに言ってるんですよね。幹事長が、だから茂木さんがね、この統一教会と絶縁すると明言したが、日本政府としては別に何もしないって言うんですよ。は
統一教会とはこれからもいい関係みたいなね、うん、全然意味わかんないですよね。で、旧統一教会と閣僚らとの関係が相次ぎ明らかになっていることをめぐって、松野官房長官は議員それぞれの責任で対応すべきだとする政府の方針に変わりはないという考えを示したんですよね、うん、あれさっき茂木幹事長なんつってましたっけ、党の、ね、この指針であるガバナンスコードにそれを明記するって言ってるんですよ。自民党としてね、旧統一教会とは一切関係を断つ、絶縁するって言ってるのに、これはおかしくないですか。逆のこと言ってますよね。関わりたいやつは関わって OK みたいな、そういうことを言ってますよね。うん。で、まあ、今月発足した第二次、岸田改造内閣の閣僚など政務373人のうち少なくとも32人が旧統一教会と何らかの接点があったことが判明していると、まあ、大体半分ですよね、うん、半分どころじゃないと思いますけど実態は。でこの官房長官が、ね、記者会見で各種世論調査で旧統一教会と自民党との関係を問題する回答が多数を占めていることを踏まえ、政府として追加の措置を取る考えはないのかと問われたことに対して、一般論として申し上げれば世論調査に現れた国民の声を真摯に受け止め政府の対応に生かしていくことが重要だと考えていると述べたと。ただ一方で今のはほら一般論だから統一教会関連の話に限らず一般論として、ね、世論調査結果は、まあ、国民の声だと、真摯に受け止めると、で政府の対応に反映させていくことは重要だで前置きしつつ、政府としては各閣僚らがそれぞれこれはあの統一教会の件についてですよ、各閣僚らがそれぞれ政治家としての責任で団体との関係を点検し結果を踏まえ厳正に見直しを行っていくこととしている、各閣僚などが適切に対応すべきものだと強調したと。まあもう党としてね、うん、あれか、自民党としてはだけども、ね、政府として、つまりこの公明とかね、うん、自公として、政府、言葉遊びしてる場合じゃないと思うんだけどね、うん。まあ、それぞれの閣僚がね、うん、それぞれの判断で、うん、やりゃいいこったと。で、またこの松野官房長官、いわゆる霊感商法による被害者救済などに、関係省庁で連携し取り組みを進めていく方針を重ねて示しましたと。集金方法どうこうじゃないと思うっていうのはもうずっと言ってるんだけど、未だにこんなこと言ってるんですね。かったるいよな。もうそんな次元じゃないと思うけど。敵国の、ね、敵による、ね、侵略の一つなんですけども。ぬるいな。そんな対応で通ると思ってんのかな。じゃあ点検した結果、ね、じゃあ適切に、うん、適切にっていうのはさ、ね、適切に、じゃあ僕個人的には、私個人的には今更この切るに切れない中なんで深くこれまで通り関わっていきます、ね、そういう解釈するやつだっている、でそういう声も、ね、そういう議員も含まれるっていうことですよね、うん、まあ、つまり政府としては何もしないと、うん、何もやらない宣言じゃないですか、うん、これに関してはもうね、それこそこの強権発動してさ、ね、ぶった切るぐらいの、ね、この勢いでやっていかないと、いやもう信頼も信用もすでに失墜してるんだからさ、うん、適切っていうのがこの何かは、ね、この具体的じゃないですよね。いつもこうやってこの言葉でごまかしてるだけなんだよな、うん、だからその内容が何なのか全然わかんないじゃないですか、ね、うん、適当に対処するって言ってもさ、どこがどの辺、ね、どういうこの物差しで測ってみたらこの適切なのか適当なのかっていうのがわかんないじゃんこれじゃ、うん、まあ、相変わらずこの壺議員ひしめく、ね、この壺政党、ね、うん、壺政府、そういうことなんじゃないですか、うん、うん。まあ、鼻からね、期待なんかしてないですけども、ここまで開き直れるとね、さすがに気分悪いですよね。何なんだよと。うん。てか、こんなね、うん、舐めたコメント出すぐらいだったら、ね、うん、むしろ逆に黙っときゃいいのに、うん。なんかこの積極的にこの国民にこの啖呵切ってというか喧嘩打ってこの唾吐いていく意味が分かんねえよな。だからもう有権者とかもう国民なんか何とも思ってないっていう証拠だよね。うん、不正はぐらいにしか思ってないでしょこれ、この態度は。うん、
でね、そんな中ですよ、この岸田総理、ね、岸田総理にも、なんかこう、統一教会関連の話が、岸田総理個人でも出てきたんでね、まあ、この辺はちょっと後半、サロンの方で見ていきましょうかね。岸田総理がね、突然なんかこうね、この自民党の、なんかさっきのこの茂木幹事長にこの岸田総理の方からね、この指示を飛ばしたっぽいんですよね。旧統一教会との関係断絶を徹底しろと。ね。我々政治家はさまざまな指摘を国民から受けているんだみたいなことを突然言い出したんだって。でその本当の理由っていうのが、実は岸田総理こそがズブズブだったっていう、っていうのを、じゃあ後半サロンで見ていきましょう。今回は以上です。ありがとうございました。ではまた後ほど、ごきげんよう。